現下の厳しい経済情勢において、お客様に一層のご負担をおかけ,します,おかけすることにつきまして、誠に申し訳なく、深くお詫びを申し上げます。北電の藤井豊社長は先ほど会見を開き 家庭向けに多い規制料金の値上げについて、今日国に補正申請したと発表しました。今朝、政府は関係閣僚会議で査定方針を決定し、値上げ幅は23.2。2%となりました。北電は当初平均34.8。7%の値上げを申請していましたが、経済産業省が再計算を要請し 27.、27.8。5%に修正していました。 北丼の値上げを街の人は。いや、困ります、今、もう物価だからでしょこれをなんとかできないのかなっていう現実はあるよね使わないといけないものだから、なおさら困るなっていう分が大きいですね、生活する上で必要ってなってしまうからなんとかやりくりして、まあ、しかないですよね、それしかね。 国の規制料金は来月1日から値上げとなりますま最初の新生児よりはその値上げ幅縮小されたとはいええー、結果的にはこちらモデルのケースになりますけれども一般家庭多くの方が契約している規制料金ですね。現行月8391円が 1>, 1万287円ということで、まあ、1万円を超える、まあ、これだけの値上げ幅となってしまいます、えー、まあ今年の夏どういう気候になるか分かりませんけれどこれからまたあのクーラーも、ね、使うような時期になりますので,です、ね、え今年の夏もちょっと厳しい夏になりそうですね。ね